竹筋コンクリートは、鉄筋の代わりに竹を骨組みに用いたコンクリートである。英語では、バンブよりインフォースとコンクリートとも呼ばれる。第二次世界大戦当時の日本において鉄が戦略物資として軍に優先的に回されたため、民間事業や公共事業において、鉄筋コンクリート構造物の建造に支障が生じるようになった。当初は、 鉄筋の代替として木筋による構造物が考案されたが、コストや強度等の点で劣るために戦前よりいくつかの研究事例がまとめられていた竹筋によるコンクリートが注目されるようになった。竹は亜熱帯性の気候でよく生育し、鉄材の産出に乏しい日本においては、古くは土壁に網状に組んだ割蓄材を埋め込んで強度を上げるなど、 第二次世界大戦以前から比較的ポピュラーな建材の一つでもあった。竹筋コンクリートの科学的な研究はすでに大正年間に始まっており、いくつかの構造物が大正から昭和初期にかけて竹筋で試験的に施行されていた。本格的な技術体系は日中戦争勃発後、太平洋戦争前夜の1941年に、 滋賀県港口土木出張所長であった土木技師川村京の著書竹筋コンクリートの体制によって一応の完成を迎え竹筋コンクリートは採用する構造物の用途を見極め思考指,指針に則っ,った慎重な思考を行うことで重量体強度等の点で必要十分であると評価されるようになり当時建設された多くのコンクリート建造物に利用された このような経緯のもとで広報として確立されたため、建設当時は竹筋コンクリートの建物を永久構造物として捉えていたものも多く、戦争の期間だけ使用する戦時設計とは言い難い側面もあるが、竹の材質的な欠点として、コンクリートとの接着性が悪く、骨組みが離脱する恐れがあったことと、コンクリートのアルカリに弱く蓄材内の脂質が分解されることで、 長期的に強度が低下する恐れがあったこと、蓄材そのものが、吸水乾燥によって、膨張を収縮するために、コンクリートにひび割れを発生させる恐れがあった、ことなどが問題点として指摘された。河村はこれらの竹の欠点を克服するため、竹筋コンクリートの施工にあたっては、等の施工方法を推奨している。 ただし、このような厳格な思考指針を遵守した場合であっても、大きな曲げ強度のかかる梁や桁橋においては、思考可能なスパンは、最大でも4メートル程度が限界であり、多くは柱や低板、橋脚基部などの圧縮強度がかかる構造物に用いられる程度に止まり、終戦後間もなく鉄筋材の供給体制が回復し、鉄筋コンクリートが復活すると竹筋コンクリートは、 芝叩たたく間に廃れていった。日本においては現在でも一部に竹筋コンクリート構造物が現存し、中には現役の構造物も存在する。また未確認ながら竹筋の可能性が囁かれている現役の構造物もある。他に独立行政法人国際協力機構が東南アジアの国々において経済的事情から鉄筋の購入が 難しい貧困地域向けの小規模建造物、建設技術指導に、戦前の河村、細田の竹筋コンクリート施行法を用いている例がある。東南アジアでも、蓄材の産出量が多い地域では、奈良市コンクリートの補強材等として補助的に、竹筋コンクリートが施行される例は、元より多く見られる傾向ではあるが、日本の大学などが、 バイオマス研究の一環として、現地の研究機関とともに、技術開発を模索している例も見られる。日本以外での本格的な竹筋コンクリートの研究例としては、1966年に、アメリカ海軍土木研究所の土木技師、フランシス・イーブリンク及び、ポール・ジェイ・ラッシュによって、バンブー・リ・インフォースト・コンクリート・コンストラクションという、レポートが発表されている。なお、 蒸気のような建材としての施工法を確立し、構造計算なども十分配慮して施工される、事例とは全く別に、単純に手抜き工事の一環として竹筋が悪用される事例がある。1990年代以降の中華、人民共和国では、本来鉄筋を使うべき工事現場において、違法な手抜き工事により竹筋コンクリートが使用された。 構造物の存在が多数発覚して問題となった。また、中国では、行動上の中鉄製品がすぐに盗難にあってしまう事情などにより、本来中鉄製品を使用すべき高速道路のマンホール街に竹筋コンクリートが使用されている事例も福建省の福年高速航路等で報告されている。川村の著書では間け破竹、八 妄想地区の3種類の竹について、機械的強度の紹介がなされている。福井川橋梁曰くに長古間舞浜延大群、宮原先行野川橋梁使用説があるもの、着工しても完成しなかったものも含む、因は竹筋であると確認されたもの。ありがとうございます。